洞窟の入り口洞窟潜水、オルダ洞窟は、ロシアウラル山脈の西側にある、石膏層に生じた洞窟である。ペルミ地方、オルダ郊外に位置し、洞窟の入り口は、クングール川の河木にある。洞窟の総延長は5 1トル以上に、及び、そのうち水中は4 8トルを超える。オルダ洞窟は、世界で、 最大級の石膏洞窟及び最も長い水中洞窟の一つで旧ソ連域内では最も長い935メートルの散布を有する。適した鉱物に恵まれた地質によって水はろ過され写真撮影に最適な46メートルを超える透明度となっている。ジャーナリストで水中カメラマンのビクトル・ラグシキンは2011年に6ヶ月の間にわたり 約150回繰り返し探索し、チームが撮影した写真は、期間中に洞窟を訪れた他のダイバーたちによって、撮影過程とともに、オルダ洞窟認知プロジェクトで発表された。ギャグ資金の潜水チームは、天井の石膏が容易に崩れてしまうことを恐れ、ダイビング中に生じた気泡を洞窟入り口まで運ぶ、水中ロートを使用し、水中洞窟では初めてとなる。 急面パノラマ写真を撮影した。地元の言い伝えに洞窟に住まうオルダ洞窟の女神がある。2013年、元フリーダイビングチャンピオンのナタリア・アブシェンコは、この伝説を実現しようと洞窟での撮影に臨んだ。ギャグシキンは、2011年以来再び洞窟に戻り、2日間に渡ってアブシェンコが噴する女神の写真を撮った。撮影は、 外気温がマイナス3度マイナス20度、洞窟内でマイナス23度の気温のもと、最大水深17メートルで行われた。ありがとうございます。